じゃーん。フォーカスどうだろう。久々に、また、ちょっと久々の登場になってしまいますが、スカイディオくん、どう？ GH5 のオートフォーカス。それちょっとバッテリーを充電済みに交換して、よし。来た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 。これでね、ちょっとアップデート。NVIDIA の、AI チップ搭載したドローンスカイディオなんですけど、先日ね、大型アップデートが来て、どうもこいつはね、学習データを更新することでどんどん進化するらしく、今回はね、車のモデルを学習したんで、どうも今まで人間しか追従できなかったんだけど、車が追従できるようになったり、あと新しい飛行モードが追加されたりって、結構大幅なアップデートされたらしい。アナウンスのメールまで来てたんですけど、ちょっと明日、ドヤしたいので、ちょっと今のうちに、ファームウェアアップデートしておきます。さあ、じゃあちょっとアプリつないでアップデート。ファームウェアアップデートだけ、今日のうちしとこうかな。何気にスカイディオのファームウェアアップデートって初めてかもしんない。これやっぱ Android だと、通常の Wi-Fi からこのスカイディオの Wi-Fi に自動で切り替えてくれたりとか、そこら辺の柔軟性は便利ですね。さあ、じゃあ最終段階来たかな。ピカピカ言い出してるけど、ちょっとこのテールというかコーナーのライトが点滅し始めましたよ。もう終わるんじゃないかな。最終5段ステップの 70%、 72% みたいな感じ。あれ、嫌な予感がしてきたぞ。この 72% でね、止まった。しかもこのもう2回ここにエラー、2回エラーで失敗してるって出てるけど、さっきからね、こいつが再起動を繰り返してんだけど、起動しないっぽい。ダメだ。何度やっても成功しないんで。この状態からうまくいくかわかんないけど、ちょっと iPhone に切り替えて、再度トライ。うはぁ、完全に疲労だ。完全にアップデートできなくなっちゃった。ダメだ。完全に、分鎮化した感じ。どうにもならないから、ちょっとこの間、インスタグラムでお友達になったエミットさんに助けてメッセージをして、今日はもう諦めます。おはようございます。一晩経って、昨日寝て、もう諦めて上がんないから、ふて寝して寝て、一晩経って、もう一回ね、ダメ元でトライしてみたら、なんと、じゃん！ iPhone で、一晩開けてもう一回ファームウェアアップデート試したら成功しました。やっぱカフォは寝て待てですね。完全に定番となりつつある出張者バーベキュー。今日はゲスト多いです。これ何人前？何人前か。今日のシェフます。すげえ飛んでるな。今日は焼き担当。今日結構いますね。今日の新人焼き担当、よろしくお願いします。ここ監督だからね、厳しい。お、すげえ。そう、これ結構火が通るまでに時間かかるんで、外は軽くいけるんだけどね。この常連がもう普通に食べ始め、新人がひたすら焼いてるみたい。さあ、はい、どうですか。あ、うまい。自分で焼いたからね、さらに。さあ、じゃあいよいよこいつが、最新ファームウェアになって飛び立つ日が来ましたよ。いけるかな。ちゃんとアップデートできたのかな。ちょっと不安。誰が飛ばしますか。このランチっていうのを上にボンってあげると、じゃあ飛ばしてもらいます。で、そっからもう操作いらないから。勝手に多分自分をトラックし始めると思うんです。朝倉さんをトラックに。じゃあ朝倉さんトラックにすると、これで朝倉さんに今トラッキングが入ったから、あとはもうひたすら。ほら、あの避け見て、あの避け、木を完全に避けるっていう。本当だ、怖え。追われてるね。なんかロボットで追われてる。やられそう。もうすごいすごい、すごい追われてる。これすごくない？これすごいでしょ。これ逃げられないんですよ、これは。お、捕
通路で、そこのモードがいろいろ、そうそう、高さとか、うん、完璧にトラックリードできる、リードしてもらえる。でもこれやっぱ撮られてる人が自分で、スマホ持ってないと、僕が持って、撮られてる人が別で走ってたら Wi-Fi のコネクションが切れるとね、なんか追従が外れちゃうっていう、だから必ず撮られてる人が、携帯持ってないとダメなんですね。知らなかった。いや、シンファームウェアすごい、シンファームウェアすごかった、大成功。じゃあ帰ります。あたかも帰る人と一緒に。珍しくっていうか初めて前に座るパターン。今日のモスコーン、モスコーンは AI カンファレンス、カンファレンス中、ちょっと久々のマーケット街歩き。完全レーザーストアアンバサダーみたいになってるけど、観光客を連れてくる人みたいな。今日結構空いてる。あ、これ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 ですよ。これいいじゃないですか。 AC サイズをついに見せてくれた。まあでも普通のゲーミングに比べたらはるかにちっちゃい。これ欲しいです。これ買ってください。結構ウーバーが時間かかるっていう最近の。これに懲りずまた来てください。あー、いや、なんかこの毎回送り届けるの寂しいな。すごい置いてかれた感じになる。さあ、じゃあ僕はどうしようかっていう。とりあえず家帰ろう。なんかバイタリティボールズとか言って、なんか浅いボール系のお店がまたオープンしてるけど、やっぱ流行ってんね。ちょっとだけね、南の方に歩いてきて、僕もここからウーバー乗って帰ります。さあ行きますよ。じゃん、ドーン、来い、見てこれ、ドーン。ほら、もうアップロードもね、3倍近く、10メガぐらいだったのが30メガぐらいまで出るようになったし、
何がすごいってこの安定度、もう変なコントロールとか、パケット制限とかもかからずに、安定してこのスピードが出るはず。いや、もっと早くからやっておくべきだった。さすがのビジネス回線です。じゃーん、オートフォーカスでジャパンターン。どうだろう、オートフォーカス性能効いてるかな。今日こっちに来た目的はスーパーミラ、ミラさんです。うわ、すげえ串団子、串団子食べたい。スーパーミラ何気にねちっちゃいんだけど、こっちの方がね結構物は好きなんですよね。オーガニックエリアこんな感じ、かなりこじんまり、もうほとんどこんな、このぐらいだからね。虹屋とは大違いなんだけど、ここの問題はあれだな、ポテコがない、ポテコがないんですよ。なんかまた舞台作ってるけど、また週末にお祭り的なものやるのかな。何の舞台だろうか、お祭りコンサート。1階荷物を置いてもう1回行きます。なんか邪魔だけど、このオリオンの麦職人が何気にね麦感があって美味しかったからこれにしよう。なんかよく見ると結構ビールの種類がすげえ増えてる。何気にアロエヨーグルトが嬉しい。これは買っていきたいですね。こっちの方がいいかな。